明日から解体工事が始まる予定の島田市役所の旧庁舎でサバイバルゲームのイベントが開かれました。このイベントは焼津市の会社が企画し、島田市が建物の貸し出しを許可したもので、全国からおよそ100人が参加しました。参加者はルールを守りながら、めったに体験できない旧市役所でのゲームを楽しんでいました。リアルな建物でできるっていうのが、自分たちからとってはすごい新鮮なことで、とても楽しかったので、多分一生に一度ぐらいじゃないかなと思ってたんで。サバイバルゲームがそのスポーツということでイメージしていただきたく活動してますので、ぜひよろしくお願いいたします。このイベントをめぐっては、戦争を想起させるなどとして一部の市民などが開催中止を求めていて、当初参加予定だった染谷島田市長は参加を見送りました。